あ、これね、効果あるわ。ある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 。クロワックス。はい、どうもクロワックスです。ということで、こちらの佐藤さんが購入した、まだ名称決まっておりませんが、軽トラダンプの動画です。ということで、これね、以前の動画で佐藤さんから許可いただきました。これね、フロントヘッドライトっていうところをね、こちらお風呂のルックで磨いてくるなんていう動画をね、こちらの軽トラダンプで撮影してまいりましたが、今回はこちらでボディ磨いてみようということで実験でございます。これね、過去のこのお風呂のルックの撮影した時に、いろんな人様からあったんですよ、ご要望。ボディ磨いてくれねって。あのね、クロワークス号、まあ、初号機とも0号機ともですね、そこそこツヤの残ってる塗装だったんで、自分の車でやるのはなかなかだったんですけど、これね、実は、おそらくこれオールペンされてるんですよ。で、その後にね、佐藤さんご自分で、ラプター塗装をされたっていうところで、マスキングしてなかったから、かなりラプターがペッ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 飛んじゃってる状況。はい。なんで、いや、いいですよっていうことで、心よく了解をいただきましたので、それであれば、ちょっとね、思う存分これで磨かせていただこうかなというふうに思ったりもします。でね、今、さらっとボディを一通り見てたんですけど、ちょっと暗くなっちゃって分かりづらいかもしれないですけど、こんな感じで、ラプター塗装もかなり飛んでね、ポツ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 なっちゃってる上に、これ、おそらく、大した下処理もしないまま、白をね、そのまま上から吹いてるんですよ。これね、商用車とかを手直しするときあるあるなんですけど、ぶわーっと削ってね、同じような色で上からぶわっと吹いてしまって、ぱっと見、ツヤのあるボディっぽくっていうような形なんですが、拭いた後の多分磨きもほとんどしないね、ぼやけちゃってるの分かりますよね、後ろが。ちょっと思い切ってね、ボンネット一番目立つボンネットを一面このお風呂のルックで磨いてみようという企画でございますということで、これね、これからお風呂のルックでボンネット磨いてみようと思います。あ、ちなみにスーさんは別動画撮影中でございますということで、スーさんの日常チャンネル登録お願いいたします。はい、ということで佐藤さん、はい、ボンネットやることになりましたいや、僕なりに考えたらさ、これラプターは多分取れないですけど、よく見るとダブルアクションでガーって磨いて、うん、上から白拭いてるっぽいんですよ。なんですけど、そのダブルアクションの元の傷が超いっぱいついてるんですよ。見えるぐらい薄くしか塗ってないです、うん。で、塗った後の磨きもできてないんで、ところどころもしぼやけちゃってる状況、うん、さらにラプターなんで、この状況でやってみて、もしダメだったらですよ、もしやっちゃったら、ボンネット外してボンネットだけ綺麗に塗るんで、はい、ということで了解いただきましたどうぞということで、ボンネット磨いていきます。で、今回はね、コストコとかでも売ってるこのペーパーウエスとお風呂のルックとバケツに入れた水、これを駆使してね、ボンネット全部磨いてって、どんな感じになるかということで、しっかり磨いていこうというふうに思います。はい、ということで、しっかりキャップもかぶってやってまいろうと思います。うん、どうよ、磨いてみたけどっていう感じ。こことここでちょっとね、マスキングで分けて磨きの違いっていうのをちょっと見てみようと、スポット的にこことここ2箇所磨いてどう違うかっていうのをちょっと見てみようかなという感じでございます。こんな感じで、今ね、見えるかな、この反射が、外の反射、この反射とこの反射、ちょっとぼやけてるの分かります、こっちの方が。これね、ここのラインに関してはこのぼやきがずーっとあったんですよ。で、これ多分ね、磨き傷みたいなやつなのかな、分かんないけど、このね、このラインのね、ぼやけてるところがなくなったようには見えるその程度で、ね、外から遠目で見たらどうなのって言ったら、
若干ツヤが出たような気がするそのレベルということなんで、これね、今塗装面に対してお風呂のルック研磨効果のあるものを使ってみたんですが、その塗装面をね大きく傷つけてしまったりっていうこともないのかな、逆言えばです、逆に言えば大きく傷つけはしないけど大きく磨き効果はこの塗装面では効果がわからなかった。なんでよくあの軽自動車の白色とかにあるのが、あのどんだけいつまでも水吸ってしまいそうな感じの、あのスポンジ化したみたいなカスカスの塗装面ってあるじゃないですか。ああいうのに試してみてえな。これだとちょっとわからん、これだとねちょっとわからないような状況になっているので、うんというライト、ライトで照らしてくれるっていう言おうと思ってら、はい、電池が切れてたありがとうございます。うん、なんでちょっとくすんでたところ、ここら辺のねくすんでしまってこうボケてしまってたところが、ここのね並びでバーっとここにあったのがまあなくなって少しはツヤ出たかなっていう、てかこれくすんでしまったっていうか塗装の凹凸だな、塗装面の凹凸がなだらかになって光沢が出たっていうような感じの表現がいいのかもしれない。ここね見ればわかる、見てもらってちょっとわかると思うんですけど、ボツボツしてる感じありますよね。それがね、ボツボツ感は見えるけれども、そのボツボツが曇った感じではなく光沢感が出た、うん、伝わりますっていうような結果、なかなかねちょっと差が分かりづらいけども、どんな感じかなっていうところです。もう少し磨いてみる、ここここ側だけをもう少し磨いてみてどれだけ差が出るかってちょっと試してみますか。ということでもう少し磨いてみます。あ、これね効果あるわ、ある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 、はい、これね多分映像じゃ分かりづらいと思うんですけど、ここら辺ねさっきしょもしょもしてたんですよ。塗った後に磨いた傷なのか、磨いくあの塗る前の磨き傷の上がに塗装したからそれがあのモコモコモコって残ってしまっていたのか、ちょっと分かりづらいんですけど、はい、ここねしょもしょもしてたんですよ。こういうなんかダブルアクションで磨いたような傷の跡がわーってあってぼやけてたんですけど、これねこれで磨いたらねここにツヤが出た、それは間違いない。ただね映像じゃ分かりづれそんなような状況だったな。ということでね、お風呂のルック磨き洗いに関しては塗装面にも一定の効果が見られるというところがありました。ただね、全ての塗装面やった方がいいよっていうものではなさそうなんで、ちょっとねそこはいろんな塗装の状況だったりっていうところも含めてプロではないんですけど、スグルが思うところをちょっとお話ししてみようと思います。はい、ということでこれねスーさんがねピカラしてる脇で俺は比較的地味なことをやってるんだけども、はい、やってみた結果まあね一定のそのぼやけてしまってるような塗装面に対するツヤ出し効果みたいのは見れました。ただだからといってそのちょっとこすってしまった小傷とかいうところにこのねお風呂のルックを使ってしまうと塗装面がむちゃくちゃね綺麗な状態のお車とかにやってしまうとそこだけねむちゃくちゃツヤがあるところからボケて見える、その磨いたところだけ白ボケて見えちゃうような可能性もあるんで何とも言えないなというふうに思いました。で今回のこの佐藤さんの軽トラダンプに関しては結構特殊な状況でした。おそらく上からもう一度白が塗られてます。で下地が見えてしまうぐらい白が薄く乗っかってるような状況で、まあお世辞にもね、しっかり塗りがされた車両ではないかなっていうところの上にさらにあのラプターの点々がいっぱいついてるそういう状況だったんで、まあ何とも言えません。でもし可能性としてねこのお風呂のルックも使っちゃって大丈夫だよって言える車としては塗装面がもう完全にスポンジみたいにスカスカになっちゃってこうやって触っただけでここに白い粉がついちゃう、そういう塗装になっちゃってる車ってあるじゃないですか。特に白の軽乗車なんかにね見られる現象なんですけど、
そうなっちゃってる車であれば多分ルックで磨けばツヤは出ると思う。と思う。だからそれもねまだ思う状況でしかないので、今後ねそういうような塗装面をお車を見つけたらちょっとお願いしてね、このルックで磨いてみるっていう動画を撮影してみようかなというふうに思いました。ということでね、一通り磨かしてもらってそんな大差ねえなっていう状況にはなってしまったんですが、まあここだけねマスキング貼って磨いただけじゃなんなんで、せっかくなんでこう全部ね全体をバーッと磨いていってしまおうというふうに思います。はい、ということでこんな感じでパッと磨いてみましたね。ビフォーアフター変わり映えどうでしょう。正直ねカメラの映像じゃ分かんないと思うんですけど、肉眼でも分かんねえまあね、こういう時もあるさ。やってみたけどよく分からない状況で終わった。ただ一つだけ言えることは、劇的にツヤがなくなってしまうような状況はこの塗装面ではなかったっていうこと。なんで新車同様のようなほとんど曇りも一点もないようなね、ボディにやってしまうと、もしかしたら小傷がついてしまうような状況出てくるかもしれないんですが、こういうようなね、もう塗装で特に水を吸い込んでしまうような、もう完全にツヤがなくなってしまって触ると白い粉がついてしまうような塗装面には使っても大丈夫なんじゃねえかなっていう気はします。ただね、クロワックスで試したわけでもないので、そういうような車だったら試せるようにやってみたいなっていうところと、そういうお車がありましたらぜひともお声掛けください。もしくはもうお風呂のルックで磨いてみた映像を提供ください。はい、それでうちの動画にしますんで、はいっていうような感じです。まあね、劇的にツヤがなくなってしまうこともなく、もう完全にぼやけてしまってるような場所に関してはお風呂のルックで磨いたことによってある程度光沢が出る状況は確認できました。なんでまあそんなに悪くないのかなっていう気がします。まあ車のねボディを磨く際に使うコンパウンドとどれぐらいのねコンパウンドの大きさ粒子の差があるのかっていうところまで俺分かってないんで何とも言えないんですけど、まあ触った感じ、まあ指につけて触った感じ、一番最初は粗めみたいな感じなんですよ。粗めみたいな感じの、コンパウンドのザラザラ感で、磨いていけば磨いていくほどね、その研磨剤っていうのが細かくなってってね、細目とか極細目みたいな形で触った感じがね、粒子が細かくなってるのがなんとなく分かりました。なんでその粒子が細かくなってった状態でうまいこと磨いていけるような状況になれば、まあある程度の光沢を出す効果はあると。ある一定の研磨効果はボディにもあるんだろうということになりました。まあ今回はね微妙な結果に終わってしまいましたが、はい、お風呂のルックをボディで磨くっていうチャレンジ精神に皆様、動画の評価をお願いいたしますはい、ということで今回はですね、こちらお風呂のルック磨けない、これをですね車のボディに使ってみたという動画を撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。このね佐藤さんの、軽トラダンプに関しましては名称募集中というところだったり、あとはねこれまでお風呂のルックシリーズで投稿してきた中でいろんな視聴者さんからいただいたコメント、これね、紹介してたりもしますんで、そちらの方をチェックしていただければと思います。結構ね耳寄り情報いっぱいありますよ。なんでそちらの方もですねぜひチェックしていただければと思います。はい、ということで佐藤さんありがとうございますまあご提供いただきありがとうございました。結局よく分かんなかったです。じゃあでこのポツポツしたらあったソースは結局取れてないです、じゃあ塗ってください次は何色にします。白です。ねえこれ白もね、結局でも下地処理しなきゃいけないからこのラッタ落とさなきゃいけないじゃないですか。まあそれはもうニャーンってやろう。ハケ塗り白だったらいいですよ別に。誰がいやあのハケハケねローラー、じゃあローラー、ローラーで白塗るんだったりさ、これ、スイスさんはいいのかな。鈴木自動車さん、アンケお待ちしております結構エブリーに貢献してますよね、エブリーキャリーには。あ、まあ、キャリーをこれ、まず1台目ですけど、でもまあ、キャリーの動画も含めて、まあ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 、ハイゼットのも動画出てますけど、はい、どっちかっていうとエブリー推しなんで、
キャリー推しなんで、クロワックスに関しましては、あの鈴木自動車さん、ぜひとも案件お願いします。あのね、今頑張ってくれてるのも鈴木くんなんで。あ、そう、鈴木くんなんで。いろいろお話をさせていただいたりもした鈴木自販の営業の方とかもいらっしゃったんですけどね、あのその方が異動になったということでちょっと疎遠になっちゃったりもするんですけど、あの鈴木自動車さん、ぜひとも案件お待ちしております。エブリィお待ちしております。ジョインターボかー。ということで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。どうやらね、もう時間はお昼を過ぎているらしい。そしてあの佐藤さんがお腹減ったらしい。1時に閉まるんですよ。今何ですか？あ、もう行きましょう。はい、ということでお昼ご飯。